Hey guys, I am Pretty Dog. Oh, are you Pretty Dog too? It's Miracle! というわけで、英語付け書き取りマラソンを走らせていただきます。ヒストと申します。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、ちょっと物議を醸していたこの RTA でございますが、軽く最初に説明をさせていただいて、声小さい。こっちの方では、かなり、メーター振り切ってる感じなので、運営さんよろしくお願いいたします。割れてる。ちょっと下げときましょうか。OK?OK。さあ、というわけで、音割れてるのも大丈夫でしょうか。はい。では、改めて、英語付けの RTA を走らせていただきます。ヒストと申します。よろしくお願いいたします。最初に、少しだけ説明をさせていただいてから、走らせて、いただこうと思います。こんな感じで英語が流れてきます。でパスもできます。こんな感じで単語を書いていきます。で上にメーターがありますね。でこれが、単語を書けば書くほど溜まっていきます。でこの両手を上げた瞬間にタイムアウトです。はい、 OK、 大丈夫でしょうか。誰でもできる簡単な RTA でございます。皆さんもぜひやってみてください。じゃあ行きましょう。さあ、というわけで、自己ベスト47秒7ということで、基本的には、インゲームタイムで競うゲームなので、リーダーボードとかはないんですけど、この上画面、左の画面に出ている、タイムが僕の自己ベストでございます。このゲームやったことある方はわかるんですが、50秒切ると相当早いです。はい、では早速走らせていきたいと思います。結構このゲーム、さっきのセイズとかパスしたのは説明兼わからなかったということなので、わかりやすく長い単語が出てくるのを祈っておいていただけると、とてもありがたいです。それでは行きたいと思います。一瞬で終わります。行きましょう。では、英語付け書き取りマラソン始めていきましょう。3、2、1、スタート。List, same.Homework. Sleep. Matter. Village. Attention. Technology. Include. Peace.Moment. Quite. Remind. Total. Appearance. Stress. Metal. ああ、最後に終わった。はい、というわけで。53秒27ということで。ああ、緊張した。というわけで、ありがとうございました。以上、英語付け RTA となります。ああ、
もうめちゃくちゃ緊張して文字がまともに書けませんでしたけど、なんとかなりました。はあ、いや、とりあえずね、とても話題にしていただいて ありがたかったです。もう一周どうなんだろう。とりあえずね、僕はちょっと夢がありまして、そのこの書き取りマラソンでちょっとトーナメントやりたいなって思ってるので、皆様、ぜひ始めていただけると嬉しいです。あ、はい、運営の方から許可が出ましたので、もう一周、やらせていただきたいと思います。それでは、もう一周いきます。じゃあ、始めます。見逃さないようにお願いします。2、1、スタート。Fine. Throw. White. Ride. Win. Letter. Joy. Actually. Possible. Ghost. Roll. Mary.Excellent. Within. Fellow. Object. Assistant. Aid. Severe. いや、というわけで、さっきよりいいタイムということで。ああ。これで、ね、やってみてください。本当にね、一発勝負でパッと、N と M とか、B と D とか、書くとすごい大変なんですよ、このゲーム。はい。というわけで、以上、2周も走らせていただきましたが、ご視聴ありがとうございました。これをね、約3万人が見ているとちょっと衝撃なんですけども。ね、みんな、トーナメントやりたいので、ぜひやってみてください。まあ、最後のこの画面だけ見せればいいんでね、スマホ直撮りとかでもいけるので。あ、ちなみに僕が確認した限りの世界記録は 47.4 なので、もう 0.3 秒ぐらい早いです。はい。この採用を機に始めた人に抜かれたので、皆さんぜひ始めてみてください。僕は英語全然できなくて、その英語の勉強をしようってことでこの RTA を始めました。ということで皆さんもぜひやってみてください。はい。最後にちょっと宣伝だけお願いします。はい。僕はちょっとこういう RTA in Japan のようなイベントの名古屋 RTA オフというイベントの主催をしております。なのでそちらの方もよろしければ見てみてください。というわけで、あ、そうですね、英語力つきました。ちょっと今はちょっとこのタイムを測ると難しいんですが、しっかり聞けば L と R の違いだったり、そういう細かい違いっていうのは聞こえてくるので、皆さんもぜひやってみてください。というわけで以上英語付き走らせていただきました。シストでした。ありがとうございました。